青鬼プロダクション。うん、美味しいですね。薄味だし、うまい。めちゃくちゃうまい。野菜も美味しい。うん、なんか思ったより美味しいです、うん、っていうか、ここのホテルが美味しいのかもしれないし、うん、話しかけてくださってるけど、なんて言ってるかあれですね。アバイ言ってやる。1.5 リアルなのね。だから、あー、それだそれだ。これは、なんだろう。これなんだ。これデーツじゃないですか。私もそう思いました。え、これデーツ。あ、ほら、え、デーツだ。しかも37、デーツがありますよ。ちょっとこれ絶対日本で置いてないです。ちょっと日本じゃ置いてないです。絶対、ね、ないでしょうね。ない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 です。でも正直に サウジアラビアの初夜を迎えました。初夜ですね。今が7時、8時前。8時前、日本時間だともう1時っていうことで、1時、2時、ちょっと眠くなってますよね。お互いね。お互いちょっと結構動いたよ。あの、このだから僕たちご飯を食べてちょっと休憩して、その後あの近くの、そうでした、なんかあのいわゆるマーケットみたいなところに行こうということで行ったんですけど、何も買わず、あの一回ね、僕が あれなんていうの、あの白い、白いアバイアじゃなく頭部、頭部っていうの、オーブみたいな。いや、オーブじゃないけど、その格好を買いたかったんですけど、ちょっとサイズ合わなくて。そうでしたね。そう、最初行ったところ、お店で、あのちょっと長めだったんですけれども、あのその長めのやつが大丈夫ですよってね、店員さん言ってたのに、他の周りの男の人見たら誰も引きずってる人いないもんね。参考になる方が外にいっぱいいらっしゃいますからね。そうだから、若干ちょっと騙された系だったら俺買わなくてよかったなと思ったら、本当にいろんなのを、ね、用意してくださって、ね、これどうこれどうみたいな。すごい親切な人、親切でした。1時間ぐらいブラブラして、はい、それで何も飲み物を持たず出かけたから、まあ喉が乾いて、あのサウジってものすごい乾燥してるって聞いてたけども、こんなに乾燥してると思わなくて、これもう体もう干からびちゃうくらいで、水をみんな干してましたからね。いやでも楽しかったよね。だからまあ行かないと分かんないからさ、本当に。だからもう全部日本で見たことないものがいっぱいありすぎて、そう、やっぱりね、文化見て知るのが一番だから。いやでも楽しかったです。でその後のね、スーパーマーケットで一番楽しかったよ。めっちゃテンション上がりまくりました。めちゃくちゃ買ったよね。めっちゃ買いましたね。いやースーパーもまたいろんなものありましたね。ね。大きいですし、なんかカロリーすごい多そうなのもありましたし、私はデーツがいっぱいあったんで。デーツ買ったね。はい。ね。正直日本でも買えるって言われたんですよ。いろんな方に言われてきましたよ。でもあのスーパーでしか買えないデーツでした。そうです。はい。楽しかったです。優しい方がすごい多かったので、うん、はあ、そうだね。もうトイレ行っても女性の方がすごい教えてくださって、ね、はい、髪がない、こっち髪がないって言ったら、うん、こう見て教えてくれました。
いい国だ、はい、でもなんかそのサウジのありがとうが とっさに出てこなくて、サンキュー、シュクラ、シュクラ、シュクラ、いや、合ってるのか知らないよ、言い方も合ってるのか分からないけど、でもなんかみんなシュクラン、シュクラン、シュクランって言うね、明日はシュクランって言わない、明日はシュクランって、明日ステージに出るので、ね、シュクラン言いますね、言いました。では今から飲食、はい、取りたいと思いますんで、また明日ですね。そうですね、明日本番だからね、本番で日本も喋ります。とにかくね、喉乾かないようにお水だけは持っていこう、そうですね、ペットボトルの水を持参して、ね、ステージでカラッカラになったら仕方ないからセリフ言う時にかなっちゃうかもしれない、頑張りましょう、はい、よろしくお願いします。楽しみましょう、まあそんな感じでいただきます。ありがとうっていうから違う、マッサラーマー、マッサラーマー、マッサラーマー、はい、はい、いい天気本当ですね。なんていうのかな、バックは明るいとか、はい、そういうのあるけど基本的に何も変わらないよね、昨日の夜とね。まあ、こっち来て食べてばっかりだよね。食べて食べて、スーパー行ってご飯買って食べて食べてみたいな。ポテトチップスも食べたし、ね、食べました、ね、私朝6時にここで起きて食べてました。お腹すいたって、現地のキットカットポテチうまいみたいな。俺らまだ何もしてないからさ。そうなんです、うん、なんでこれからが本番なんで、そっかって感じ。本番までに今までここで食事したこの豪華さがちょっとね、はい、気が引けるのね。そうなんですよね、こんなに何もせずにさ、なんでこんなにいいお食事を食べていいのかなっていうステージですね。いよいよ会場もすごそうですもんね。それが一番ちょっと楽しみだね。とりあえずまた食べて、そうです ね皆さんをね楽しませるからね、そう、まあ、楽しみにしてる皆さんのためにねちょっと精を作って、それから会場行きたいと思います。バターチキンカレー変わらずに我々3人言うな言うな食べてます。チキンカレー大好きやね、いいですね。でもサラダも食べても忘れちゃうの、野菜大事ですからね、はいはい、こんな食うのか確かにパサだ。じゃあいただきます、はい、いただきます。じゃあ行ってきます、行ってきます、はい。
イベントの感想なんかね。そうですね。私は日本のアニメが本当にあれだけ
サウジの現地の方とかに愛されてるっていうのを声で感じて、すごいよね、すごいびっくりしちゃいました。VIP、ね、席に座ってらっしゃったあの青の、アバヤを着てらっしゃったあの女性がすっごい可愛くて、ね、ずっと石川って言っていて、石川石川って言ってて、私はもうそれをずっと見て、うわ本当に熱気ってやっぱり世界共通なんだなと思って、楽しみにしてらっしゃったんだなっていうのを、もう熱意もずっとやってらっしゃいましたから、やってた、ずーっとやってた、ね、やってらっしゃった、うわ可愛いと思って、なんか意外と日本語が通じたっていうね、通じました、みんな日本語で喋ってるのがなんか湧くんだよね、湧きました。あと MC とかの方が、あと翻訳の方がやっぱり大好きって言ってほしいっておっしゃっていて、ヒデ、うんね、さんが大好きって言った瞬間だからもう総じてすごい楽しかったです、ね、来られてよかったです、みんないい人でした、本当にもうめっちゃサウジが大好きになりました、もうみんないい人だったよね、みんないい人です、ね、サウジに来て3日目になった、あ最終日です、今日が、はい、あの今日の夕方に、空港に向かうわけなんですけども、はい、それまでなんと砂漠に行くことになりました、行ってきます、砂漠で、砂漠すごいですね、観光ツアーがあるっていうので、ね、鳥取砂丘は見たことあるんですけど、あ、行ったことある、ってあれじゃないですか、なんかやっぱ緑が見えてる中の砂丘なんで、こちらの砂漠って砂漠ですよね、いやもうだからもう一面だろう、いやなんかすごい楽しみなんです、もしかしたら地平線の砂漠かもしれない、ね、そうなんですよ、ね、なんか蜃気楼とか見えるのかなみたいな、ありますよね、よく漫画の描写で、そんなことまでいくかは分かんないけども、漫画の描写でオアシスが見えるみたいな、ね、あるんでオアシス、あでも俺あれだよね、よくね漫画とか、ね、ありますよね、アニメの描写で絶対砂漠にオアシスが見えるみたいな、若干なんか行ってみたい気も、ね、いするけども、でもそれまで砂漠をガーッ歩かないといけないから多分大変だと思うけどね、でもめっちゃ楽しみです、じゃあとりあえず朝食食べてね、はい、朝ごはんです、ね、気合い入れましょう、いつも食べてるなって絶対思うじゃない、同じ同じとこ何度でも食べれます、こここのプール何回映ったのって言われる確かに、ね、ちょっと角度が違うんで ね、またじゃあ朝飯いただきます、はい、いただきます、じゃあまた、イエーイ、アルプジェリーの場所、アルプジェリー、アルプジェリー、ラッドリア、世界遺産、サウジアラビアの世界遺産、ぜひようこそ、いらっしゃいませ。おいで、おいで。うわー、すごい。チーズ、もうちょ、はい、チーズ。うわー、これかっこいい。いいっすね、いいっすね。はい、もうちょ、はい、チーズ。次ちょっと寄ります。はい。はい、チーズ。砂漠だ。綺麗な砂漠ですよ。砂漠だ。足気をつけてね。え、綺麗な砂。足は柔らかい。めっちゃ綺麗ですよ。やばいやばいやばい。やばいやばい。やばい、やばい、これめっちゃ柔らかい。あのね、砂がすごいサラサラ。飛んでいきますよ。すごいサラサラ。ここ。なんか お昼のタイトルバックみたいな。すみません。ヒデさん、砂取りですよ。見えます。今から空港向かうんですけども、はい、ドバイ経由して成田に向かうんで、明日の、未明に、夕方か。10
寝よう。寝ます。なんだかんだ言って、あんまり働いてはないけど、なんか疲れた。なんかね、いい疲れだけどね。とても楽しくて、本当にね、こんなにサウジアラビアが楽しいって、やっぱ行く前不安だったからさ、わかります、ね、でも、本当になんか変わった、また来たい、ステージがもう全然、めっちゃ来たい、本当に、さっきもね、ご飯行ったんですけど、めちゃめちゃ美味しかったです、ね、皆さんもサウジに観光にぜひいらっしゃってください。とりあえず帰ります、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。